かあのまさかあの新入審歓迎ミーティングだとは思わなかったんですけど結果なっとるなっちゃったの、ね、結果ね、うん、もうそういうのが一番、まあ、楽しいというか嬉しいというか、うん、まあ良かったなっていうか、うん、いろいろあのメールでね流れてきて返信はこう伺ってても、うん、中身のお話は実際伺ってないので、うん、そしたら今日あの中川さんがなんかこのひなさんを迎えに行った車に私平井で乗せてもらったんですけど、うん、あそういうことか、はいはい、なんかあの高西さんから昨日メールがあって、うんうん、新宿の立川さんと、うん、このひなさんと、うん、あの自分とで私のうちにあの今度行きますからって昨日メールが来たんですよ。だからあの私も会うのを楽しみにしてますって、うん、まあ、返したんですけど、うん、そしたらそれより前に今日はお会いできたので、そしたらなんかうちから歩いて10分ぐらいのところに住んでるんですよ。実にここもね、中野区グループ、ウォーキングがてらのエリアにね。いや、立川さんだってね、新宿区だから、まあ、中野も同じエリアで、あのうちの支部で、あの主に不動産関係を、いろいろやってるさんっていう幹部がいて、その人のことまで知ってて、まあ、あの学会時代の、学会時代の、はい、もうなんかいやー、全く不思議な人間です。びっくりっていうか、なんか本当不思議だなというか、なんか初めてじゃないですかね、この自分の地区の中のこと、人を知ってる人と会ったなんていうのは、いや、そんなのめちゃめちゃレアですよ。普通ないですよね。もう本当、中野のね、はい、有力者です。そう、まあ一応有力者ですよね、幹部の。そのたまたまその人知ってて、不動産をよくお世話してくれるんです、みんな立ち退きになったりした人。あのひなさんはさ、すっげえ植物精神強いから、あのぜひね、ペアでね、もういよいよ中野区を引っかき回す。なんかあのすごい、私なんかよりよっぽど顔が広いっていうか、いろいろお友達もたくさんいらっしゃるし、なんか、そういう話すチャンスがあったら、うん、あの一緒にね、誘っていただければ、うん、いいなと思います、ね、いやー、やっぱすごいよ、うん、これもやっぱり、まあ、コツコツやってた、このやっぱ陰徳がこういう形で現れたってことも言えると思いますよ、うん、そうですよね、もう私はなんか、まあ、いろんなことももちろんありますけど、うん、こういい、いろんなこともたくさんあるじゃないですか、うん、だからもうそういうのがまあ、喜びっていうか、この間のあの、豊田さんが動画に載せてたあの変な人っていうか、検証会の人でしたっけ？あ、だから昨日のミーティングやった人ね。そうそう、昨日の人ですよね、うん、私あの人の聞いてて、この人は一体どうなりたいのか、どうしたいのかっていうのが、なんかいろいろ言ってるけど、あんたそんなこと言ってるうちに死んじゃうよみたいな思っちゃうわけですよ。実際そうですよ、本当に10回もね、昨日話したらね、10回もね、死に損なってる、えらいことが起きてんだって、うん、だから、そのどういうものを幸せだと思ってるのかわかんないけれども、うん、その別に豪邸に、私は豪邸に住んでるわけでもないし、あのそんな何億も資産があるわけでもないし、するけども、その幸せってもう朝起きて天気なら幸せじゃないですか、うん、もうやっぱり心の充実があるっていうか、うん、でいろんなあのやっぱ苦しいことも悲しいことももうちょこちょこあるんですけど、でもご本尊様に向かうとさーってそんなことどうでもよくなっちゃって、うん、やっぱりあのつくづくその本当金や物じゃないところに、要するにありがたさとかを感じるっていう、あ、これがやっぱりあのまあ、みんな違うかもしれませんけど、あの私はそれが一番幸せだなって思うんですが、この人は一体ね、本当どうなりたいのか、どうしたいのかって、あのいうふうにちょっと見てて、この人何言ったらいいのかななんてことはしみじみ考えちゃったんですけど、あのそういうふうに本当思いました。6月3日にぜひね、それをこうガンと言ってあげてくださいよ。ね、本当に、うん、お願いしますよ。ね、本当に実際やってパコンってやりたいみたいな感じの人、ね、まあしかしね、うん、あのまあ疑似体験では6割ぐらいの実感が出ますよ、リモートでも、うん、っていうこ
ということで、ぜひその言葉ですよ。本人もね、かわいそうなんだよね。長州に出会ったことないわけだから、本当の幸福感っていうものが全くわからない。で、彼の、まあ、自分の、まあ、自我事件だけで、まあ、生きてるけども、おそらく確信はないはずですよ、これでいいのかどうか。ただ何か言われれば自分なりのこうどうしてもへそ曲がった回答が出ちゃうだけでね。だから、でもね、ありがたいことに彼はこう次をちゃんとつなぐんだよね。まあ、俺がやりますって言ったら、はい、じゃあ何時間はこの辺がいいですとか。だからこれは、まあ、一つは時期で一生懸命話をするのがあるんだけど、もう一つはみんなのやっぱり尺幅のね、トレーニングも大事だと思うんです。やっぱりその回数喋んないとやっぱり身にはつきませんよ、尺幅っていうのは。なので、ああいうふうに、まあ、聞いてくれる、それなりにこう聞くからね、きっちりわわわわならないで。だから、まあ、誠意を持って語るってのはどういうことか、そしてどういうことを喋れば彼の、心に入るのか、そのやっぱり我々にとっての練習もさせていただける人じゃないかと思うんだよね。うん、なのでぜひね、この6月3日には大参加していただいて、一問いくらとも自分のその思いを語ってあげることが、もう彼にとっては、そして悪い必要ないと思うんです。うん、ちょっと画鍵がちょっと強いだけでね。だから、あの方が本当にそうかってなった時は、まあ、結構ありがたい人材だと思いますよ。うん、なのでお願いします。はい、はい、あ、それからもう一つ、この間血圧高くて、ヘモグロビン A1C の数値も悪くって、うん、で、また腫瘍マーカーが高いもんだから、うん、また検査してこいって言われて、うん、まあ、また行ったんですよ。うん、で、まあ、いろいろ自覚症状ないかとかいろいろ言われて、それからなんか鼻風邪もひいて背中が1ヶ月も痛くって、うん、いや、これもう膵臓がんだったら私死ぬなと思って、うん、ご本尊様どんな感じでしょうかみたいな、私もエンディングノートを書かないといけないかなってもうって思いながら、まあ、検査行ってでたら、で、まあ、結局何にもなくって、うん、やっぱり何もないんだなっていうか、先生も、うん、でも向こうの先生も、うん、数値すごく悪いんだけど自覚症状もないの、うん、みたいな、でこっちの先生も、うん、一応何にもないみたいですねみたいな、私ももう病院行くたびに結構なお金払うじゃないですか。となんか、まあ、でも安心料だからしょうがない、行けって言うんだから一応行かなきゃと思って、まあ、行ったんですけど、うん、まあ、一応そういうことで、うん、行ってきて、ご本尊様一応どうもなかったみたいでありがとうございましたって言ったら、なんかいろんな痛いところもなんか治っちゃって、うん、なんかっていうことで、また元気に活動しろっていうことだなと捉えて頑張りたいと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。寿命をね、さらに寿命を賜ったわけですよ。もうとにかくいつも言ってるように、特効薬は尺幅ですから、何においても特効薬は尺幅、もう、まあ、とにかく信心とは尺幅ないだからね。だから切り替えていきましょう。いい相棒が、もう強力な相棒が出ましたから、はい、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。いいえ、いやいや、お願いします。お願いします。すいません、ありがとうございます。